美少女キャラ作ったんですよ、この間のホリエモンチャンネルで。ああ、美女さんじ。そう、美女さんじで、はいはい、タカコタカコに荒木由衣っていう恋愛アナウンサー作ってる。スペクティって音声合成やってる感じ。プロのアナウンサーのビッグデータしか入れてないから、めちゃくちゃ滑舌もいいし、イントネーションもいいし、美しい声なんですよ。で、もともとそこはニュースに特化したビッグデータを収集してて、例えばどこどこで火事がありましたとか、一番最初の初動って実はツイートだったりして、それを新聞社テレビ局に情報提供するっていう B2B のビジネスをやってるんです。それをアナウンスするための AI を作った。何々小学校にイノシシが飛び込みましたみたいな、ビボンビボンっつって。またそれが結構自然なんですよ、荒木由衣ちゃんが。その荒木由衣ちゃんにこの質問を読ませたんです、寺田さんの代わりに。はいはいはい。さ、終始不機嫌で当たり前じゃん。ついに私の仕事がなくなった仕事がなくなっていくだろうことは理解してるけど、目の前で奪われる瞬間ってなかなかよまあでもね、人工知能はね不機嫌になんないからね